316回トイック公開テストですね。初めてですね、こんな出題ミスをしてきたのは空所の英文が間違ってた。今回の縛りはですね、なんか片方耳栓してくれっていうのが多かったんで、かなり苦戦しました。さあ、で始まりました。もちチャンネル。さあ、受けてきました。第316回トイック公開テストですね。いや、もうツイッターに書きましたけど、初めてですね、こんな出題ミスをしてきたのは、トイック初めてなんで、まあそこをちょっとね、バンと話さないといけないなと思いますけども、いや、今までもね、出題ミスはあるんですよ。答えが2つになっちゃうとかっていう状況が出てきて、で、その問題全員正解というか、まあ採点対象外になるっていうことがあるんですけど、まあおそらく今回の採点対象外でしょう。前はね、2回ぐらい自分は目撃してますけど、答えどっちでもいいでしょうってなっててね。で、リサイクルされた時に選択肢が変わってたなんていう時もありましたよね。で、今回はただそういうのじゃなくて、選択肢がどっちもいけちゃうじゃんじゃないんですよね。今まではパート5でどちらも入るでしょうだったよね、確かね。っていうのとか、パート7でどっちもいい回になれるでしょうっていうのが出てたと思うんですけど、今回は完全に空所の英文が間違ってた。で、質問したところで答えてくれないですから、英語に関しては。もちろんその見回ってる人たち英語わかんないですし、で、それを運営委員会に言ったところで ETS に問い合わせなきゃいけないし、 ETS は空いてないだろうしね、土日やってるわけないと思いますんで、で、結局何もならないです。ただ単に採点対象外になると思います。だからわざと間違えてやろうかと思ったんですけど、まあ最後気をなんていうか持ち替えて正解の選択肢にマークをしましたが、はい、どういう風に間違ってたかっていうと、まあわかるんですよ。その間違った経緯も見えます。私にはおそらくこれで間違ったんだなっていうので、どういう英文だったかっていうと、どうせ公開されないから言っちゃいますけど、 To ensure you that receive your カッコって言って、ここに空所を埋めるんですけど、名詞をね入れるんですけど、むちゃくちゃじゃないですか。もう崩壊してますね、文文系崩壊してる。はい、 ensure that receive になっちゃってますからね。何このザット。そう。だこのザットいらないわけ。もしくは ensure that you receive ですね。関係代名詞のザットないです。前に指すもの全く存在しなかったんで。だってこれにものすごい時間かけてますから、僕。前にある名詞は全部三人称単数の名詞なので、だとがもし指してたら receive ずにならないといけない。まあそれにしたって you が意味不明だし、you are の後ろの名詞も全く意味をなさないので、無理なんですけど、完全なる出題ミス。はい。だ文崩壊してるからさ、まあ答え出せんだろう。だから間違ってるものを自分で訂正しながらやんなきゃいけないっていう感じですね。じゃあなんでこんなことが起こったのか。まあそもそも同じ形、パート7に出てたしね、まあ、今回もほんといろんなパートに答えあったけどさ、パート5、6の。で、このパート6の出題ミスが起こった経緯っていうのは、どうせ、まあ、これメンバーシップでもよく言ってますけど、assure hit that SV と ensure that SV を最初間違って書いたんだと思うんですよ。だから、ネイティブはこれ間違うから普通に。ensure hit that SV。って書いたんだと思います。だから ensure you that you receive って書いたんだと思います。それでチェックした人が、いや you が余分だから you 消しといてって言われて、違う you 消しちゃったんでしょうね。そういうことだと思います。はい、それによって起こったミスだと私は思っております。まあわかんないですよ。真相は不明ですけど。そう。だから、こんなミスに気づかないことなんかありえないと思うんで、だミスに気がついた人が指摘したのを間違ってって直したんだと思います。だから直した人が間違ったとしか考えられないということです。だってこれさ、空欄のところだからさ、解いてれば絶対出くわすというか、絶対にあれってなるはずなんで。だから直しの段階で起こったミスだと思いますね。はい。という、今回はとんでもない出来事が起きました。まあもしかしたらね、いやこういう構文もあるんですよ。接続詞のざっと後ろに置けるんですみたいなね。そんなのあったら言ってください。ないと思いますけど。はい。で、今回なんですが、見ていきますか。あ、ちなみに縛りですね。はい。今回の縛りはですね、なんか片方耳栓してくれっていうのが多かったんで、だから、こうやって受けました。あ、まあ、実際はコート着てたから、もっとでっかいんで、もっと簡単にできましたけど、そう、すんげえ首が痛いだから今、ここか。首肩がめちゃめちゃ痛い。こうやって受験してたからずっとリスニング。音声流れるまではこうやってやってるんですけど、音声流れたらこうやってやるっていうね。はい。そういう受験をしました。で、鉛筆一本で、はい。丸い鉛筆一本でやりましたけど。感想としては、パート1は、まあ、優しめかな。やや優しいっていう感じして、パート2も普通かな。うん。あ、これらは、あ、そう、引き続き、最後の選択肢 D、C 聞く前にもう塗るっていうのやってったんで、で、パート2がね、少なかったんですよね、C がね。だから、なんかあんまり困んなかった。最後まで聞かないでも塗っても大丈夫なやつ。で、まあ、やっぱ変化球は後ろに多かったですね。ただ、すごいやばすぎっていう変化球はなかった。
だパート3がね、難しかった。表現も難しかったし、これ出てくんだなって思ったやつ。あ、どっかね、初めてかな。トイックではもう全然見かけない単語出てて、わぁ、来たって。まあ、正解にはなってなかったんですけど、別のね、大学入試の中学入試で、中学入試単語が選択肢にいて、おぉ、これ出てくんだなって。って思ったのを覚えてますね。まあ、とにかく難しい場面とかが結構出てきたので厄介でした。かなり苦戦しましたよ、はい、というのがパート3で、パート4もややなんかな、うん、ちょっとこれも1問ぐらいあれって思った。だから3、4でかなり苦戦しました。もうもちろん、ね、寝不足であるから眠いっていうのと、こうやって受けてなきゃいけないっていうのも影響してたんだと思いますけど、それでも難しいなと思いました。次、パート5は、まあ、やや優しめかな。うん、今回は。そんな難しい問題が一個もなかったかな。迷うものも一つもなかったと思います。前回簡単だなと思ったけど、それよりも簡単じゃないかな。ly つくやつが多かったね。うん、副詞も形容詞も両方出てたけど、だいぶ答えになるのが多かった。で、パート6が問題のパート6ね。一問答えが多いってなるやつですが、まあ、まあ、ややなんとしときますかね。難しいね。結構文章を入れるやつが、これどうなのっていうのもあったので、これ消去法以外で解けなくねっていうのもあったので、まあややなんかな。文挿入が難しかったっていう印象ですね。まあ、あとは悪問というか、まあ、出題ミスが一個あったんで、それに時間をかけすぎました。だからそれに時間をかけてたから、やべえって思って、めっちゃパート7急いで解いたもんね。そう、時計持ってないんで、どれぐらい残ってるかもわかんないので、トリプル、もう感覚で解いてるんで、やばい、これ終わんじゃねえのって思って、トリプルパッセージとかすごい速度で解きましたね。でも結局余ったんで、そのパート6の出題ミスをまた見ました。だからわかんない。もう10分ぐらい多分見てんじゃない、その出題ミスの問題だけで。で、パート7は難しい。うん。厄介だった。長いし、推測も厄介ですね。これ引っ掛ける気満々だなと思って、一個、いや、こんなヒントだけでこれ出すのっていうのありましたね。そこが一番時間かかったな。トリプルの1問。すげえ時間かかった。でそれでもう時間ないと思って、最後のトリプルパッセージをめちゃめちゃ早く解いたな。もう選択肢でこれが正解になると分かっちゃうというか、もう感覚であるね。あ、どうせ照らし合わせるでしょ。照らし合わせるってことはこれを正解するしかないよねっていうので、で、2問解いてるから、塗った後に答え確認してる。あ、やっぱりっていうのがあったんで。最後のトリプルワードはめちゃめちゃすごい速度で解いてる。長かったよね。トリプルパッセージ読むのが多かったんで、記事とか出てたし、難しかったと思いますね。いやー、かなり厄介でした。はい。という感じでございます。はい。まあ今、ベーシスではね、条件を満たせばトイックの点数を超えたら返金キャンペーンやってますので、ぜひともそちら、LINE の方ね、概要欄貼ってありますので、そちら登録していただければと思います。はい。まあ、この後は、反省会ライブありますので、はぁ。いやー、初めての経験だったんで、こんな出題ミスは。まあ、出題ミスで大揉めしたのはあったけど、今回は、ちょっと大揉めしたのは今までだから、どれが正解なんだ、どっちが正解なんだで揉めたことが多かったけど、今回はそういう問題じゃないので、初めてですね。文間違ってるだろうっていうのはね。はい、ということでした。ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching.